丸森城は、宮城県伊郡丸森町淵の上にあった、日本の城。現地の案内版などでは、丸山城として紹介されているが、仙台藩の公式記録である、生産工事や記録には、丸森城とある。城は、阿武熊川南岸の淵の上に居まし、阿武熊川支流の五福谷川が城の西側を、回り込む。天文十七年、着南。 伊達は宗との天文の乱に敗れた、伊達種宗は、は宗に家督を譲って隠居することになった。この時隠居領として、伊グ軍東南部と歌軍北部がずつ割れることになり、種宗は、丸森に隠居城を構えた。ところが、A68 年に、種宗が死去すると、天文の乱で、種宗法の主力を担い、また隠居後も、種宗の世話をしていた相馬氏が、 種宗院居領の領有権を主張して、イグ・宇田領軍に侵入し、丸森城も、相馬市に接収され、元気元年には、家臣の角間山和を城主として配置した。これに対して、伊達氏側も、種宗の孫、伊達明州が直ちに、種宗院居領の奪還に乗り出したが、相馬勢の固い守りに阻まれて果たせず、以後丸森城を巡る相馬。 伊達間の合戦が幾度となく繰り広げられたが、天正十一年五月十七日、輝き衆はついに丸森城を攻め落とす。正宗の代に入り、天正十四年9年十五日、黒木宗春を城主とした。天正十七年五月十九日に、伊達正宗が相馬の地歌軍駒上根城を攻略すると、同月二十五日、黒木宗春は、 駒ヶ峰城を賜る。代わって、丸森城を、高野地下市県が賜り、城主となった。慶長三年に、親県が病没すると、この光県は、年少のため幼少の丸森を任せるのは不安で、あるとして、高野氏は、勝田群平沢城に移され、丸森城には、大城佐根寄りが入った。しかし、慶長六年、佐根寄は新たに鳥屋間を築いて移ったため、 丸森城は、廃城となった。現在は、本丸跡に、あたご神社と、伊て種宗の墓碑が混流されている。ありがとうございます。